新型コロナによって経済が厳しさを増す中県商工会議所など県内の経済3団体が今日恒例の年頭会見を開き今年1年の抱負を話しました会見には奈良商工会議所奈良経済産業協会奈良経済同友会の3団体の代表が出席しましたこの中で奈良商工会議所の小山会頭は 落ち込んだ地域経済の立て直しに国の GoTo キャンペーンは一定の効果が見られただけに停止の影響は大きいと話しました一方国が首都圏をか対象に明日発出を決定する予定の緊急事態宣言についてはすでに GoTo が停止されたこともあって地域経済への影響はさほど厳しくはならないとの見方を示しました そして奈良経済産業協会の林田会長と奈良経済同友会の吉田代表幹事は緊急事態宣言について政府の方針は後手に回っていると厳しく指摘し国が地方に権限を渡すべきと話しました3団体は今後デジタル改革などの中小企業支援や県民による県内観光を推進し コロナ禍においても、地域が自立できるよう対策を進める方針です。